はい、こんにちは。パーカッショーの高畑です。というわけでですね、前回のタブラの皮を交換しますっていう動画の後編でございます。まだ前回の動画を見てないよという方は概要欄からご覧ください。ざっくり言うとですね、前回は古いタブラの皮を取り外して、新しい皮をつけようと思ったら微妙にサイズが合わなくて、そのボディの方ね、じゃあちょっと削りますかと削り始めたんだけれども、 まあ、持ってる装備が貧弱すぎて、なかなか削れないというところで終了でございました。まだ張り替えてもいないっていうね。そこで、はい、今回はですね、はい、<laughs> 買ってきました。ガチのヤスリと、えー、紙ヤスリをですね、何枚か。はい、スタンダードエクストリームというね、ガチのやつです。僕、スティックなんかもちょいちょい削るんでね、 まあ持っててもいいかなと思いまして。ゲットしてきました。はい、これらを使ってえー、ボディを削って今度こそ川を交換していきたいと思います。やばい、ヤスリの重みが。違うよし行くよ。おー よしはまりましたやったとー <laughs> ああ、これ結論から言うとですね、あのー、やらない方がいいです。あのー、僕と同じようにね、もしこのヘッドがサイズ微妙に合わなくて、はまらなくても、あのー、この削るっていうね、あの作業やらない方がいいです。むっちゃくちゃ時間かかります。これしれっとね、カット飛ばしてますけれども、これさっきの前のカットから、あの、 大体12時間ぐらい経ってます。はい。なので、もしやるとしたらですね、あの、ホームセンターとか行くと、あの、作業スペースみたいなのありますよね。まあ、あそこでプロの方にやってもらうか、自分で何か工具を借りてやるのがいいんじゃないかなと思います。ヤスリがけだけだとね、あの、もう、半端ない時間が <laughs> かかります。というわけでね、ようやくここからスタートでございます。はい。えっ、ー、とね、これはまず、この皮を、 ヒ紐で固定して、固定した状態で、この本革を貼っていくという手順になります。では、ちょっと仮止めをしていきます。っていうか、思ったんですけど、これ、この皮が動かないようにするためだけだったら、別にテープでいいじゃんって思いました。で、テープにします。はい、こんな感じで仮止めしました。 こここから本側を貼っていきますこの皮紐もですね裏と表がありましてちょっとたわんでるっていうかね反ってる方が裏でつるんとまっすぐな方が表だそうですこの裏表を間違えたり押し締めてる途中でねこうねじれちゃったりするとこれまたチューニングできなくなっちゃうんでこれを注意しながら やるんだそうですこうねじれないようにするのなんて簡単じゃんと思いきやですね紐がむっちゃくちゃ長いから最初のこの入れる <laughs> 入れる方向を誤る可能性高いんですよねずっとたぐってたぐって <laughs> 寄れないように方向確認しながらやるのまずはこの隙間がちょっと空いてるところにプスッとなお通った 手だとね、無理あるんで、ペンチとかを使って、引っ張ると。いや、それでも硬い。そりゃそうではない。よっしゃよし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 ここまでくれや。こっちのもんだぜ。勝ったいや、これ明らかに、世界一大変じゃないですか、この楽器。あもう外れたし。 はい。えー、ようやくこうね、一往復通すことができました。で、この、底の面、この輪っかがあんまりこう、偏るとチューニングが合いづらくなるので、最初はとにかくこう、緩く張って、うまくこのね、輪っかが真ん中に来るように調整しながらやるといいそうです。はい。で、これをね、あと、<laughs> 15回やります<笑>鬼<笑>これ本当にこのタブラへの愛がないとできないですよねこれ愛の確認作業なんじゃないかっていう気がしてきました試されてるよねこれこのね皮を落とす力が強すぎてこの中途半端な仮止めマジで意味ないっすなでもう ガチガチに固定しないとこれ全く意味ない特にこの始めた方を始めた側と反対側をねしっかり固定した方がいいですねえすでにこれ3個目にしてですねこの通すコツを編み出しましたので紹介しますまずこの入れる穴入れる穴ねこれをもうこじ開ける あらかじめこじ開けとく。はい。まあ、コツでも何でもないっていう話なんだけど。やっぱこれハンドメイドだからね、すごいムラがあるんですね。この穴のサイズに。とりあえず、刺して、こう刺した後ですね。刺した後の、要はこっち側から穴を開いてあげるとかなり、 も抜き出しやすすくなりますここペンチを使ってググッと開けてだからこれペンチ重要ペンチ絶対ないとできないできれば滑り止めがあるこの挟むところ挟むところに滑り止めがあるがっちりつかめるやつじゃないと無理だな OK <laughs> はいこんな感じで <laughs> いますでこれ通して手繰り寄せる前にもう次の穴に先端を入れておくっていうのがいいと思いますそうすればいちいちこの裏表を確認する手間を省けるはい、えー、これ完全に貼る前にですねこの隙間ここに隙間があるんですけどこの中に糸を入れていきます この糸を入れることによって音の伸びが良くなるんだそうです。 はいとりあえず閉、まあ、めれるだけ、えー、現状閉、まあ、めましてですねこれぐらいのピッチになっています若干不安ではあるんだが、えー、ここからこのグッリーっていう駒をつけて、えー、さらにピッチを上げます はいいいんじゃないかとりあえず <laughs> また皮も馴染むでしょうからはいというわけで完了しました <laughs> 達成感しかないはい 出来上がりました、えー、見ての通りね結構ねもうガタガタですやっぱ1箇所この穴に入れられなかったのが痛いねやっぱり1本ないだけでもこれバランスがすごいね狂うんですよだからこの部分だけね異様に張ってたりするんですけれどもとりあえずは まあ、およそ均等に貼ることができました、えー、結論から言うとねこれむちゃくちゃ難しいですはい、まあ、時間もかかるし、えー、僕で言うとねほぼ丸2日かかっております <laughs> これ2時間でできるって相当手際がいいなと思います、まあ、僕ね削ったりもしたからね、えー、時間かかったんですけれどもまず時間がかかるっていうのと結構なね力作業やっぱりむちゃくちゃ力がいる 今結構もう手が痺れて何も <laughs> 叩きたくないぐらいの痛さだし、怪我をする可能性もありますので、可能であればね、これ <laughs>、あの、頼んだ方がいいです <laughs>。やっぱり、餅は餅屋っていうかね、職人技という感じなので、もしえ頼めるえお店とか、頼める業者さんがありましたら、これはね、あの、もう素直に <laughs> お願いしますって。 渡ししちゃったた方がいいいいいいとと思思まますす僕も次から、ね、あのお願今回非常に勉強になりました。まあタブラの構造を知るにはねあの、ぜひやった方がいい。もし興味ある人はね、ぜひ自分でやってみると、あこうなってんだっていうのがね、よりよく分かると思いますで。途中でも言いましたけど、やっぱこれはねあの、愛がないとできない。これは愛の確認作業です。 で、こう苦労したからといってね、あの、いい音になるわけではないっていうのがね、すごいシビアなところで、ああ、試されてるなと感じました。はい。食べらいの愛を試したい方はね、ぜひやってみてください。ということで、えー、こんな感じでね、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために、毎日情報発信をしております。 えー、他にも動画がたくさんありますので、ぜひ概要欄からご覧ください。毎週 YouTube には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょうバイバイ